およそ300メートル先、斜め左方向、高速道路入り口です。その先、料金所です。ナビ2つとも入れてるからまもなく斜め左方向、高速道路入り口です。その先、料金所です。まもなく料金所です。その先、分岐を右方向、大阪方面です。うるさい。いっぺんに喋んな。さあ、高速でね、回していくでいい。まもなく発見所です。その先、分岐を右方向です。まもなく分岐を右方向です。進入路は40やからね。40。1600ぐらいで、俺の中でもその鳴らしが1000から2000の間は4000回転までという決まりがあるんで、ちょっと4000まで回してみます。変な決まり。めっちゃトルクフルパワーある。十分やね、両走る。帰り今80になってたやろ。行きはずっと50規制やったのにこっちは80やちゃんとか。やっぱ朝やから制限してんのかな。そういうことだから分からへんけどね。ちょっと混んでたしな。後ろはあんまり効かんらしいな。あんまどころかも全然効かへん。全然効かへん。まあな、大きなワンボックスとかやったらな、リアにもエアコン別にあるからええやろうけど。全体が冷えないと後ろは涼しくない。ああ、そうやな。この先、左からの合流車両に注意してください。から5畳になった高速ちゃうんかい、ここ遅すぎるやろ
流れに乗れへんやん守ったら大迷惑やなあ、こいつか。速度守ってんねんけど後ろ大渋滞大迷惑前のあの一般道が60円にあれ、うん、一般道やのに近くの高速やったけど、ほぼほぼ一般道みたいな感じやったな。くそ。何のために高速乗ったか。ほんまに10時までに着きそうやね。一眠りしようかな。ちょっと睡眠時間足らんわ。あ、ここは50か。アイドリングストップがかかるとエアコンもシューって風力が弱まるな、うん、
午前中はこれの編集とアップロードに使おう。昼から仕事するわ。